トイレットペーパーの三角折りの方法をお教えします。用を足した手で作ることはおすすめしていませんが、知識として必要な時があるので覚えておくといいです。まず作りやすい程度に引き出して、片方の側面を反対側の側面に合わせるように折り込みます。合わせた方の側面を三角形の底辺になるように折り込みます。こういう感じです。元の長さに戻して、蓋をして形を整えて完成です。もう一回いきます。ある程度折りやすい長さに引き出して、片方の側面を反対側の側面に合わせるように折り込みます。合わせた方の側面を三角形の底辺になるように折り込みます。こういう感じです。長さを元に戻して、蓋をして形を整えて完成です。清潔な手で作ってください。